エンジニア、デザイナー、マーケターなどの技術者の方には DYM テック、理想の収入アップを応援させていただきます。60秒でご登録いただけますので概要欄をご覧ください。はい、ニーズ社の井田です。山本です。はい、今日はですね、新しいゲスト鈴木さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。鈴木さん、今日はどちらの企業のお話をしていただけますでしょうか。本田技術研究所のお話を。本田技研ということですけど、本田技研工業と本田技術研究所ってありますよね。はい、あります。今日は本田技術研究所の方ですか。そうです、はい。わかりました。で、早速なんですが、その2つの会社って何がどう違うんですか。同じ本田ですよね。広く見れば同じ本田なんですけど、割と外から見えるや細かく企業が分かれてまして、本田技術研究所っていうのは平たく言えば本田技研工業が製造販売する製品の開発を全部委託されてるっていう風に思えば、ほぼやってる業務とリンクするような形になってます。なので、いわゆる本田のバッジがついて世の中に出ていく自動車であるとか、バイクであるとか、飛行機であるとか、航空機とかもあるんですけど、そういうものを全部本田技術研究所っていうところで研究開発を、半分ぐらいは量産品の品質のフォローをしたりとか、そういうことを仕事としてます。最近会社の割り方が変わりまして、量産品に近い開発をする部門っていうのが本田技研工業の方に吸収されたんですね。本田技研工業のものづくりセンターというような名前に変わってるんですけども、もともと研究所だった敷地とか建物とか従業員とかがそういうものづくりセンターに移ってまして、私もね、去年まで本田技研究所だったところがものづくりセンターやって本田技研工業の人間になったんですけど、一瞬また部署が変わりまして、本田技術研究所の人間にまあ戻ったというか、まあそういう風になってます。その辺言っても大丈夫ですか。外に言ってることしか言ってないで大丈夫。ものづくりセンターっていうのは具体にどういったものを作ってるんですか。その量産してるっていうのは自動車ですね。四輪ものづくりセンターだと自動車なので、世界中で売ってる、一番目だと NSX から、一番下だと NBOX とか、そういったところ、まあ NBOX は正確に言うと鈴鹿製作所の方に部署があって、そういう部門がやってたりするんですけど、およそピットから NSX までの開発。先ほどおっしゃっていただいたように、本田技術研究所、今日お話しいただくのは今世に出てる本田製品の開発とか企画、まあ、品質のフォロー、まあ、そういったところをメインにやられてる会社っていうことなんですね。そうですね。実際にじゃあその会社の中を見ていくと、どういった部署があったりするんですか。開発をするのに設計をする人、できてきた試作品をテストをする人、それをやるためのまあテストコースだとか設備だとかが出会って、そういう試作品を今度は作る部門っていうのもありまして、車体の板金からやるような現場の方たち、あとはそういうのの手配とか作り構成含めて、そういうフォローする人たちっていうのが一つの敷地の中に皆さんいらっしゃるというような環境ですかね。どれぐらいの人数の方が働いてるんですか。私も正確に数えたことないし、あんまり公表されてないんですけど、一回聞いたことがあるのが、食堂のおばちゃんとか含めて1万人ぐらいです。さすが、かなり多いですね。かなり多いです。すれ違う人、ほとんど知らない人ばっかりみたいな、まあ、そういう普通の街中歩いてるような感じでいつも仕事してます。その中で人気のある部署とか、みんな出世するんだったら必ずこういった部署に携わるみたいな、そういうのってあったりしますか。会社の役員とかになるような人たちっていうのは、基本的にその完成車の開発のプロジェクトリーダー、ラージプロジェクトリーダーって言ったらするんですけど、略して LPL ですね。そういう職種に就いた人っていうのが基本的にまあ役員になったり、その上に上り詰めて最後社長になったりとか、そういうパターンが非常に多いですね。そういうのになりたがらない人の方が最近多い。野望を持ってないって言ったら変ですけど、そういう人も中にはいらっしゃるし、最近はそういう人が増えてきたなっていう印象はあります。そこをやりたがらないってなると、皆さん出世に興味ない人が多くなってるみたいな、そういったことなんですか。そうですね。ギラギラしてる人っていうのはそんなには多くないというか、もちろんなりたいっていう人も中にはいるんですけど、肌感で言うと 5% ぐらいじゃないですか。表にそういうの出してる人っていうのは。競合他社ってどこにあるんですか。競合他社は世界中の自動車メーカーなんで、国内でトヨタ、日産、マツダとかですし、海外で言えばフォルクスワーゲンとか、ドイツで言うとアウディ、そういうところですし、アメリカで言えばビッグスリー、ジェネラルモーターズとかフォードとか、その辺がもう四輪のコンペティターになりますね。 LPL ってかなりのスキルが求められるかなと思うんですけど、やっぱりここに行くためにはどういった経験だったりとか、どういった部署を受けて若手は頑張ったことですか。基本的に配属をされると研究開発部門に
て、各車の部品が細かくある程度カテゴライズされてるんですね。エンジン、トランスミッション、サスペンション、ボディそのものとかっていうふうに細かく分けられてるんで、まずそういうところに新人さんっていうのはおおよそ配属されます。それで担当の部品というのを持って、設計の人間であれば図面を引いたり強度計算をしたりとかっていうので、まあ自分の部品っていうのが一つ生まれますし、テストとかやる人はその部品をテストする担当になるというようなのが、まあ一番最初のキャリアになってまして、それでだいたいキャリア5年から10年ぐらい積むと、一個職位が研究員っていうのに上がるんですけど、そのぐらいになってくると、その部門を代表して、LPL の下につく PL、プロジェクトリーダーって呼ぶんですけど、そういった職種になる人が全員じゃないですけど、います。なので、その人が基本的に LPL と自分の質化の間の窓口となって、LPL の要望を質化に伝えたり、質化の制約みたいなのを LPL にちゃんと伝えたり、そういう仕事がまず入って、PL としての仕事ぶりが認められると、今度は LPL の代行っていうのになるんですよ。車、細かく部品分かれてますけど、車体系とかパワートレイン系っていうふうには大きくは分けられるんですよ。で、それのテスト屋さんと設計をする人、だいたい4人か5、6人ぐらい LPL 代行っていうのが LPL 社員から下がってるんですけど、その LPL 代行になって活躍をして、さらにじゃあこいつなら LPL やらせられるなってなると、LPL になってっていうような形で少しずつ LPL に近づいてくる。結構遠そうですね、 LPL になるまでの道のりが。いきなりなるっていうのはほとんどないです。っていうか私が若い頃は一切なかったです。で、なんでそんな言い方するかっていうと、何歳ぐらいかっていうと、 PL の人は若い人だと20代でなりますし、 LPL 代行だとまあ30、40ぐらいになるようなのが平均的で、 LPL だともう職域には管理職なので、若い人だと30代で管理職になっちゃう人もいるんで、そういう人は LPL としてふさわしい人材ってなって、なれる人っていう風になりますよね。最初の配属される開発部門っていうところでは、評価ポイントっていうのを聞きたくて、開発でどこまで差が出るんだろうっていうのはちょっとわからないので、どういったところを見られて出世されてくるのかなと思いまして、 PL とか LPL 代行とかになると、技術的な見識とかスキルの高さっていうよりは、調整能力とかそういう専門家の人たちの意見を束ねて、自分の部門の意見として LPL に問うたり、その上の経営者にそういうのをアピールしたり、そういった能力に長けてる人っていうのが評価をされていく形にはなるんですね。なので若い頃はもちろん絶対的な計算をするスキルとか図面を書くスキルとかそういうのを求められるんですけど、少しずつそういうふうに人と人と仕事していく、仲間と仕事していくっていうのをいかにうまくやっていけるかっていうところがだんだん求められてくるような形になりますよね。 PL っていうとやっぱり後ろに機械の人がいて、その機種を担当してくれる担当者が何十人っていて、それの代表として出てってるんで、その人たちの意見なんか無視していいから俺の言う通りやればいいんだよみたいな、中にはそうやって出世する人もわずかながらいますけど、人と仕事ができるようなスキルがあるような人、コミュニケーション能力が高い人とか、説得するのが上手い人とか、そういうのが必要になってきますよね。技術力は普通に持っててほしいけど、どちらかというと僕らでいうクライアントワークみたいな外部との接触がちゃんとできる人間が、まあ、出世されるっていう感じなんですね。そうですね、出世というか PL とか LPL に近づいていく。年収の方を伺っていきたいんですが、まあおっしゃっていたような PL になったりと LPL 代行、まあ、そういった職位が上がるについておそらく年収上がっていくかなと思うんですけど、1年目ぐらいから年収どういった形で推移していくのか教えていただけますか。自分が入った頃はかなり前なんで、あれですけど、普通の会社よりは少しもらってるなっていう印象があって、自分が4年前に管理職になったんですけど、その時に初めて1000万超えましたね。源泉徴収書に書いてある給与としての額で言うと、1000万超えて、なので、まあ実際手取りちょっともうちょっと少なくなりますけど、最近は厚生年金とかもがっつり引かれるんで、管理職になれば1000万プレイヤーになるような形にはなって、通常の企業さんよりは少しもらうような水準で推移をしていく。あとは実際の評価がついたかつかないかによってボーナスのもらえる額っていうのが何段階かあったりしますし、給与書いて給与が上がる時のレートの評価がついてどん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 給料が上がっていく。何年目くらいで管理職になれるんですか。私がなったのが45ぐらいなんですけど、通常40歳から46歳ぐらいで管理職にはなる人はなります。ならない人はならないです。
ですけど、管理職になるタイミングがそこに一般的には存在してて、だから私はね結構遅かったんですよ、管理職になるのが。理系の院卒の人が入社してくるんですよね。理系の院卒の人いますし、学卒の人もいますし、高専卒の人もいますし、変な話高卒の人もいます。高卒の方いられるんですか？高卒の人もね管理職になります、そういう素養があれば。だから学歴とか学閥とかっていうのがかけらもなくて、うちの会社どこどこ大学の院卒だからとか学卒だからとかいうのが あんまりね実際の評価に響かないんですよ。入社した時の給料の段階の最初に入る入り口は確かに差があるんですけど、院卒学卒高専卒ってその後の上がり方、評価のされ方っていうのは基本的にその人が仕事をしたかどうかってことに対して評価されるんで、院卒だから上げとこうぜみたいなのは、まあ、私が知ってる限りはない。高卒で管理職になれる業とかあんまなくないですか？あんまないんじゃないかな。私はあんまり外の会社のことを知らないんでわかんないですけど、うちの会社では自分が入社した時はいらっしゃらなくて、高卒の管理職の方ってなんですけど、高卒で入られても十二分に活躍してらっしゃる人がいるっていう事実もあるし、そういう人が晩年腐っちゃうと会社としても利益にならないっていうのがあって、ちゃんとそういう人は管理職にしようよっていうことで、高卒の管理職の割合もだんだん増やしてきてました。一時期自分が入社した頃は指を数えるぐらいしかいらっしゃらなかったですけど、質感の中でも。最近はそのまま関係なく給与のテーブルっていうのが上がってきて、そろそろ管理職にトライする時期だよねってなったら、そういう基準で管理職になってみないっていうような打診をしてなりますってなると、試験を受けてもらうような形になってますね。高卒でも1000万円が狙える企業ということですね。そうなりますね。30歳まで年収どんな感じで上がってくるんですか？1000万になるまでは600万、700万、800万みたいな感じで上がっていったような気がしますね。入社した時の確か初任給が20万円届いてなくて、それがだからかける12だから240ぐらいに一時金が入るんで400万ぐらいかな、確か。うち一時金の割合すごい大きいんで。で、そこからガクッとこう上がるタイミングっていうのは何歳ぐらいで上がるんですか？一回職位が上がると一月の給料の基本給っていうのが5万単位ぐらいバンと上がるんですよ。その上がるタイミングがだいたい5回ぐらいありまして、5段階ぐらいあって、まあその後管理職に上がるんですけど、1段階ごとで5、6万軽く上がって、大きく分けて2つがあって、上2つ下3つみたいな分かれ方してるんですけど、上の段階に上がるときにやっぱ基本給が10万ぐらい上がるんですよ。なのでそういう風にして階段上に1000万に届いていくみたいなイメージを持ってもらえればいいかなと。20代で職位が上がって同期の中でも出世早い人は600ぐらいいってるって感じなんですか？そうですね、6、7ぐらいいくんじゃないですかね。残業代も丸々全部支給なんで、サービスとか一切なしで、なのでそれも含めるともうちょっと多い人もいるんじゃないかなと。わかりました。残業は結構ある社風なんですか今？残業は他の会社さんと同じぐらいやってると思うんですけど、大体月組合員の方で30時間ないし50時間ぐらいの残業だから、月100とか言うと死んじゃうよみたいなのもあって、組合員の方はもうかなり管理されてオーバーしないようにやってます。オーバーすると本人じゃなくてそれを管理してる管理職の責任になるんで、管理職側もかなり目を光らせますし、目を光らせやすい勤怠管理システムになってます。わかりました。ピンポイントの質問なんですけど、テストされるって言ってたじゃないですか。テストって強度テストとかするときって自分で実際に潰したりするんですか？そうですね、車の衝突安全だと実際ぶつけて、ぶつける様を計測器いっぱい取り付けてデータ取ってっていうことをやりますし、エンジンとかだと性能電池につけて馬力が出るかどうかみたいな試験ももちろんしますし。ワイルドで楽しそうですね、そのテスト。私はね今ワイルドで楽しい話しかしてないですけど、地味でつまんないテストもいっぱいありますよ世の中に出してお客さんに安心して乗ってもらうための試験っていうのがいっぱいあるんで、やっぱりそういうのってね、外から見た時の派手な印象とは程遠い、すごく地味な仕事ですね。一番今までで地味だったテスト教えてください。一番今までで地味だった仕事は、車乗ってテストコースを走らせてノイズみたいなのが聞こえるから聞いてくれって言われて乗り行ったんですよ。テストコースに行ったらわかんねえってなって、なんでわかんねえんだよって言われてても、いやわかんねえもわかんねえっすみたいな、いいんじゃないですかこれで売ってみたいなことで、結構感受性のレベルの差みたいなのが感じて、ちょっとつまんないなみたいな、こんな自己満足みたいなテストして何になるんだろうみたいなことは思ったもういいんじゃねみたいなテストもういいんじゃねみたいな。お客さんに聞くと全然気にしてないんですよ。例えば親戚のおじちゃんがゴード買ったよみたいな話して、いいねあの車静かでって言ってくれるんですよね、お世辞じゃなくて。で実際に横乗ると私の聞こえるノイズっていうのがあって、それがこうバンバン出てて、それだと工場の人が出荷しねって怒るぐらいのレベルだな大丈夫なんですけど、そのおじさんは
はこの車は静かでいいよなって鈴木って言ってくれるみたいな。なのでそういう本当やる意味あるのかなみたいな試験っていうのが過去からずっとね積み上げてきていて、それで OK を出して世の中に渡してるっていうのがあるから、それより悪くていいっていうのができないんですよね結局。そういった面はあると思います。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はい、年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。